と出ていけよ、この家政婦女。お父さんの浮気ぐらいで離婚選ぶなんてほんとバカ。私そんなバカと同じ空気を吸いたくないのよね。最後まで私を母親扱いしてくれないのね、ミオ。あんたのことなんて母親と思っていないんだから当たり前。あんたは母親じゃなくて、ただの住み込み家政婦でしょ。なんですって？お父さんがよく私に言っていたもん。お母さんのことは住み込み家政婦だとでも思っておけって。お父さんからのお金がないと生きていけない情けない女だからなーって。嘘でしょ？娘にそんなことを言っていたの？まさにその通りだよね。お父さんから生活費をもらってひたすら家のことをし続ける日々。毎日お父さんのご機嫌を伺っているだけで、あんたみたいな情けない女が母親なんて涙が出るわ。ミオ、私はあなたたち家族のために家のことを完璧にしていたの。お父さんが仕事に集中できるように、あなたが勉強に集中できるように、お母さんはそれを裏で支えていたの。そんなお母さんをあなたは情けない家政婦だって言うの？何度だって言ってやるよ。あんたは情けない住み込み家政婦ババアだよ。友達のお母さんなんてバリバリ働くキャリアウーマンなのに私のお母さんはただ毎日家にいるだけ。たかが料理や掃除をしているだけででかい顔してんじゃないわよ、ミオ。っていうか今時専業主婦なんて存在意義ないよね。料理はデリバリーがあるし、掃除はルンバがいるし、お母さんってマジで何のために生きてるんだろうね。その専業主婦がいるおかげで洗濯物はきれいに畳まれているし、毎日快適な家に住めるのよ。ハウスダストアレルギーのミオのために毎日家中水拭きをして、そして重度の食べ物アレルギーのあるお父さんのために毎日工夫してご飯を用意して、それでもお母さんの存在意義はないって言うの？全然ないね。偉そうなこと言ってるけど、そんなの全部彼が作って、だからお父さんも外に彼女なんか作るんでしょ。え？どうしてそれをミオが知っているの？あんな夜中に夫婦喧嘩していたら聞こえるって。たった1回の浮気ごときで離婚するとか泣きながら言い出して超笑ったわ。本当の離婚理由はそれが原因でしょ。バレたのは仕方がないわね。実はその通りなの。日々の私への扱いもひどいし、その上浮気なんてどうしても許せなかったのよ。そもそも許せるような立場じゃないくせに、あんたはお父さんがいないと生きていけないダメ人間なんだよ。え？なのに偉そうに浮気ごときでブチ切れるなんてほんとバカだよね。専業主婦なんて浮気が分かっても笑って見過ごしておかないと。人を見下す性格はお父さんそっくりね。いいよ。やっぱり離婚後は私のところについてこない？この環境はあなたのためにならないと思うの。だからもう一度考え直してお母さんと一緒に出ていこう。ふざけんなよ、この家政婦ババア。誰が金もないあんたについていくもんですか。あんたになんかついていてもメリットはないし、むしろ邪魔なあんたの顔見なくて最高だわ。存在価値のないババアはとっとと一人で出ていけよ。そう、わかったわ。それじゃあミオ、お父さんと元気でね。ついさっき、大地さんと婚姻届を出してきました。小春ちゃん、これからどうぞよろしくね。こちらこそよろしくね。かおりさんとパパが結婚なんてすごく嬉しいよ。それでね、今日はせっかくだから外食なんてどうかしら。小春ちゃんの学校終わりに大地さんと迎えに行くから、そのまま3人で美味しいものでも食べに行きましょう。それなら大丈夫。実は私が今日のお祝いにご飯を作ってあげたから。え、小春ちゃんが？だって今日はパパとかおりさんの結婚記念日ってやつでしょ。だからお祝いしなきゃと思って頑張ったの。実は今日こっそり学校サボってケーキも買ってきたの。料理も飾り付けも全部完璧よ。そんなことまでしてくれたの？どうしよう、もう涙が止まらないわ。嬉しくて大号泣よ。大号泣ってそんな大げさな。香織さんと家族になれて嬉しいんだから、こんなの当然だよ。生まれてすぐにママが亡くなってずっとパパと二人きりだったけど、そんな私にもこんな素敵な母親ができて本当に嬉しいの。小春ちゃん、パパが私のために仕事を頑張ってくれるのはいいけど、そのせいで家のことは私に丸投げでさ。でもそんなパパに家のことを手伝ってなんて言えなかったし、かおりさんが一緒に暮らすようになって毎日すごく楽しいの。誰かと一緒にご飯作るのがこんなに楽しいとは思わなかったし。小春ちゃん、あなたのことは私が幸せにしてあげるからね。これからは家のことは全部私に任せていいし、好きなだけ勉強したり友達と遊んでいいからね。うん、これからよろしくね。私とパパと3人で楽しく暮らそうね。こうしちゃいられないわ。小春ちゃんがとびっきりのご飯を作って待っているんだもの。隣で一緒に大号泣している大地さんと急いで帰るわね。今日は小春ちゃんの手料理をお腹いっぱい食べるわよ。結婚おめでとう。まさかあの家政婦パパが再婚するとはね。世の中には物好きな男がいるもんだわ。え？久しぶりお母さん。愛する娘からの連絡にびっくりした？それとも私からのお祝いなんて嬉しくて泣いちゃった？どういうこと？どうしていきなり連絡なんてしてきたのよ。しかも結婚おめでとうってなんで入籍のことを知っているの？実はこないだたまたまお母さんを見つけてさ、面白そうだからちょっと調べたんだよね。調べたですって？こないだ街でブラブラしていたらお母さんによく似た人が高そうな服を着ているのを見つけたの。しかも男の人を連れてたくさんのジュエリーショップに入ってさ、気になってよーく見たらマジでお母さんだったから驚いたよね。惨めに捨てられた家政婦のくせにいい人を見つけたじゃない。ジュエリーショップってことは先月のことかしら。そうそう、それでしばらくしたら高そうな指輪つけて出てきてさ、その後をつけていたら次は高級ターバンに入っていくし、いろいろ衝撃すぎて調べずにはいられなかったよね。まさか今日の入籍日まで突き止めたの？令和の中学生をなめんなよ。こんなの朝飯前だぜ。で、わざわざお祝いのメッセージを送ってくれたってわけね。それはどうもありがとうございました。ではこれで私は失礼します。ちょっと勝手に終わろうとしないでよ。話はまだ続いているでしょうが。他にあなたと何を話すことがあるっていうのよ。今日は彼との入籍日で、今夜はそのお祝いなの。できれば邪魔しないでほしいんだけど。じゃあ手短に要件だけ伝えておくね。再婚した記念にこれからは私につき5万のお小遣いを頼みたいんだけど。は？直接手渡しとか面倒だからベイベイ送金でよろしくね。それと最低5万ってだけでそれ以上でも全然構わないから。ちょっと待ちなさい。毎月5万のお小遣いってどういうこと？しかも再婚記念にってそんなのあなたに関係ないでしょ。まあそんな細かいことは言わずにお小遣いちょうだいよ。再婚した旦那さんって会社経営をしていて結構お金持ちなんでしょ。それなら結構生活費をもらっているだろうし、その中からたった5万をちょろまかすぐらい簡単でしょ。なんですって？実はこの間お父さんに最新スマホを買ってもらったんだけどさ、かなり値段が高いからって毎月のお小遣いをカットされちゃったんだよね。そのせいで友達と買い物できないし、彼氏とのデートにも行けないし大変なの。だから追い出した母親にたかるってわけ？追い出したって何よ。お父さんの浮気に耐えきれずに飛び出したのはお母さん自身でしょ。私は出ていけなんて言っていませんから。よく言うわよ。家政婦ババアは出ていけって言っていたくせに、離婚した時にもう私には娘はいないと思っているの。悪いけどお金は1円も送らないからね。そんなの超困るんですけど。離婚したとはいえ、あんたは私を産んだ母親なのよ。産んだ娘がひもじい思いをしてるんだから助けなさいよ。金持ちと結婚したんだから、その旨味をこっちにもよこしなさい。何を勘違いしているのか知らないけど、別に私だって贅沢な暮らしをしているわけじゃありません。生活費は一般家庭と同じような金額をもらっているし、私が自由にできるお金はそんなにありません。じゃあ金持ちなんだから盗んできてよ。それなら月5万くらい余裕だよね。なんですって？妻なんだし貯金から引き出すのって余裕でしょ。そしたら毎月私に5万くらい送れるよね。あなたって子はなんてことを私にやらせようとするの？人の貯金からお金を奪ってこいだなんて。他人の貯金ならやばいけど、結婚した旦那さんだからセーフでしょ。それに家政婦ママは家族に尽くすのが仕事だし、離婚しても娘の私のために尽くすのは当義務じゃないのかな？はあ？離婚してもあんたは私専属の家政婦なんだよ。だから娘の私の言うことに逆らったらいけないの。役立たず家政婦ババアがまさか離婚後に役立つとはね。それじゃあ毎月5万よろしくね。私のママに喧嘩売ってんの？え？私の大切なママを家政婦呼ばわりってふざけんなよ。それに金持ちだから月5万くらいいいだろって。私のパパにも失礼な発言だよね、それ。あんた私の家族をバカにするのもいい加減にしなさいよ。いきなり何よ。パパとかママとかあんた誰？お母さんと LINE していたのに急に何なのよ。あんたの母親の今の娘だよ。あんたの母親は私のパパと再婚して私のママになったんだから。はあ？娘って再婚相手に連れ子がいたの？ママのことを調べたくせに私のことは知らなかったんだね。別にあんたなんてどうでもいいのよ。今私とお母さんは本当の親子じゃないとできない会話をしているの。あんたはお呼びじゃないんだよ。連れ子ごときがしゃしゃぎ出てくるな。お呼びじゃないのはあなたの方だから。あなたがろくでもない娘だってことは聞いているし、そんな人が本当の親子だなんて言ってんじゃないわよ。なんですって？私のママを家政婦扱いしていた上に、家から追い出した最低な娘のくせに、母親がいるありがたみもわからないかわいそうな子だと思っていたけど、かわいそうっていうか、ここまで来ると愚かだよね。ふざけんな！連れ子ごときは何様のつもり？あんたは私のお母さんと血も繋がっていないくせに。血のつながりはなくても戸籍は一緒です。世間的には私はママの娘です。戸籍も違うくせに偉そうな態度をしないでください。はぁ？てか追い出した母親にお小遣いをねだるってやばすぎ。もはや実の娘どころかただの小じきにしか見えないんですけど。あんたね、黙って聞いてれば調子に乗ってんじゃないわよ、クソガキが。あんたはただの連れ子なの。私とお母さんの話、口出しできる立場じゃないんだよ。クソガキはあなたの方でしょ。それに立場を分かってないのはあなたの方。新型スマホを買ったらお小遣いが減ってやってはいけないって。つまりあなたが元にふさわしいレベルじゃないってことだけど、それ日本語でなんて言うかわかる？うん、そうって言うんだよ。はぁ？あんた私を貧乏に扱いしたわね。連れ子ごときが私を見下しやがって。なんなの、すっごいムカつくんだけど。あなたに自分の立ちを教えてあげただけですけど。本当にムカつく。あんたどこ中よ。今度友達連れてあんたのところまで行ってやるわ。ごめんなさい、私まだ小学生です。え？あんた、まだ小学生なの？はい、小6です。だからどこ中と言われても困りますね。というか逆に聞きたいんですけど、あなたはこの低レベルで中学生なんですか？低レベルですって。だってあまりにも常識がないというか品がないというか、てっきり私と同じ小学生かと思っていたのでびっくりです。ふざけんじゃないわよ。私はみどぎ中学3年生なんだからね。こんな低レベルで中3なんですか？あともう少しで義務教育終わっちゃうのに、それがこんなレベルで許されるなんて。はぁ？きっと親への感謝を忘れるとこうなるんだわ。こうならないように私も気をつけないと。あんたマジでいい加減にしなさいよ。さっきから私のことをバカにする発言ばかりしやがって。でもあなたも私のママをバカにする発言ばかりしていたじゃないですか。自分がされたようなことは相手にもしない。こんな小学生でも習うことを中3のあなたにはわからないんですか？うるさい。いいからとっとと私のお母さんに代わりなさいよ。あんたと話をしたくて LINE してるんじゃないの。連れ子はおとなしく引っ込んでろ。ごめんなさい、それはできません。今日は大事なママとパパの結婚記念日なんです。だからおとなしく引っ込むのはあなたの方。それじゃあもうスマホの電源ごと切っちゃいます。ではさようなら。家族水入らずの時間を邪魔しないでくださいね。昨日はカッとなってスマホを奪ってごめんなさい。せっかくの記念日だったのに私台無しにしちゃったかな。そんなことないわ。小春ちゃんのおかげですごく素敵な記念日になったよ。美味しいご飯も嬉しかったし、何より私のために娘に怒ってくれて、それが一番嬉しかったから。本当に昨日の私にうんざりして出ていくってことはない？そんなことするわけないじゃない。私はもう小春ちゃんの家族なんだから。よかった。学校から帰ってきたのに、かおりさんがいなくて焦っちゃったの。ごめんね、心配かけて。私、昨日の小春ちゃんの行動がすごく嬉しくて感動してね。むしろたくさんの勇気をもらったの。だからちょっと、頑張ろうと思ってあるところに来ているの。あるところって大人が喧嘩するのに頼るところかな。それよりも小春ちゃん、もしよかったら昨日みたいに、私のことをママって呼んでくれないかな。そしたら私、またすごく勇気がもらえるんだけど。また呼んでもいいの？昨日はただ負けたくなくてママ呼びしちゃっただけなんだけど。もちろんよ。それじゃあもう少しで帰るから、ちょっとだけお留守番をしていてね。昨日のお返しに、今日の晩ご飯は私が腕を振るって頑張るから。お母さん、あの連れ子マジで超ムカつくんだけど。あんなガキと家族になるなんて絶対に後で後悔するはずよ。だから今すぐこっちに戻ってきなよ。はい？もうこの際とっとと離婚して財産分与をしてもらおうよ。この間知ったんだけど、離婚の時ってお金半分もらえるんでしょ？再婚相手は金持ちだし、きっといい金額もらえるよ。だから早く離婚して財産分与したらうちに戻ってきてよ。財産分与なんてよく知ってるじゃない。まあねー。私は小6のクソガキと違って中3だから、これぐらいは知っていて当然だよね。なんて頼もしいのかしら。でしょ？あんなクソガキより私の方がいいでしょ？だから早く帰ってきて、またみんなで一緒に暮らそうよ。金持ち旦那には財産分与してもらって、たんまり稼いだ貯金をがっつりもらってきちゃおうよ。そうね。がっつり財産分与を請求するわ。まずはあなたの父親にだけど。ミオが財産分与のことを知っていて助かるわ。それなら私を選ぶことなんてないわよね。ちゃんと財産分与がどういうものか知ってるみたいだし。ちょっと待ってよ。父親にってお父さんに財産分与を請求するの？なんで再婚相手じゃなくてこっちに請求してくるのよ。だってお父さんはまだ1円も払ってくれないんだもの。実は私とお父さんが離婚した時ね、お父さんたら一切財産分与してくれなかったのよ。専業主婦に渡す金はない。今まで養ってあげたから十分だろってね。そうなの？何度もお願いしたんだけど、これからのミオの学費を奪っていいのか、これ以上子供に嫌われていいのかって脅されると何も言えなくて、離婚がずるずる伸びるのも嫌だったし、仕方なくそのまま離婚したのよ。それを今更請求するっていうの？もう離婚から2年も経っているのに。正式には1年と10ヶ月ね。財産分与を請求できるのは離婚が成立してから2年間なんだって。だからギリギリだけど今から弁護士さんにお願いして請求します。もうあなたなんかに嫌われても何でもいいわ。結婚生活の中のあなたたちの暴言もまとめてあるし、これがあればがっつり財産分与も慰謝料ももらえそうよ。そんな待ってよ。戻ってこない上にそんな請求なんてやめてよ。私の娘が私のために怒ってくれたんだもの。だから私も立ち上がるべきだと思ったの。それじゃあお父さんに伝えておいてくれるかしら？もう今までの言いなりの妻じゃない。首洗って待っておけよ。だね。すぐに夫に紹介していただいた敏腕弁護士事務所にお願いし、私は元夫へ財産分与と慰謝料を請求しました。最初は渋っていた元夫でしたが、有能な弁護士さんのおかげで話はサクサクと進み、最終的には希望額をがっつり一括で受け取れました。そのせいで元夫は貯金の大半を失った上に、私がいなくなってからは生活費のやりくりもうまくできず、家計は大赤字。そしてその結果、娘のミオは第一志望の私立高校から慌てて公立高校への進路変更を余儀なくされているようです。しかし近場の公立高校はどこも偏差値が高く、このままでは高校進学も危ういらしいと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。